Shimatta! Ohune, itchatta ne. Sonna, mada shukkou jikoku de wa. Sawa ni kiite, shukkou o hayameta no kamoshirenai wa. Tadashii handan to ieba sou kamoshirenai kedo. Boku tachi ni totte wa saiyaku no handan datta mitai da ne. Ita za! Oitsumero! ああ。何にもねえのかよ。このままじゃ。 ガルシア、ロッシ、支援家のガキども、ずいぶん久しぶりじゃねえか。道理で見たことのあるガキどもだと思ったわけだ。まさか招待カードを手に入れてオークションに潜入するとは。別に警察の人間が参加しちゃいけないという決まりはなかったみたいですけどね。 別に構わんぜ。来るものは拒まず、お得意様だったら大歓迎。しかしまあ、正直侮ってたぜ。まさか、兵ゆえと結託してここまでの騒ぎを起こすとはな。兵ゆえ？なんでそうなる？院と私たちは何の関わりもないですけど。 気絶した手下の人たちに聞いてみればいいかと。むしろ侵入していた彼を追い払ったようなもんだしね。そうなのか。まあそんなのは今更どうでもいいんだよ。問題はてめえらが俺たちのメンツを潰したこと。その落とし前だけはきっちりとつけさせてもらわねえとな。投降するといっても 聞いてくれなさそうですね。<笑>せっかくの借りに獲物の悲鳴を聞かないってのもしまらねえ話だろ。安心しろ、命までは取るつもりはねえ。腕の一本か二本で勘弁してやるからよ。<笑>本気みたいです。ったく、歳を考えろよおっさん。 せいぜい楽しませてくれ。久々の狩りで血がたぎっている。この麒麟のベオな。<笑>来る。<笑>覚悟はいいか、小僧。みんな気をつけて。任せてくれ。任せてくれ。
だ。世話は焼けるな。はっ。エニグマ駆動。
っしゃ。俺の番だ。こいつはどうだい。リムゾンゲル。楽しくなってきたぜ。手こずらせてくれたね。わ、若頭だ、大丈夫ですか？味見だけのつもりだったが、楽しませてくれるじゃねえか。あ、生き返っちゃった。バカな。あのバルドよりもはるかにタフみたいだね。チッ、化け物が。何を出してやがる。ランドルフ・オルファ。
待ちだろうな。ランディ。やっぱりそうだったか。大陸西部最強の両兵団の一つ、赤い星座。その団長の息子にしてガキの頃から大部隊を率いて敵を殺しまくった赤き死人、刀身の息子ランドルフ・オルランド。刀身の息子、赤い星座、有名な両兵団ですね。そうだったの。バレちまったら仕方ねえか。まあ、そのおっさんの話は大体間違っちゃいねえぜ。刀身の息子って呼び名はヘドが出るほど気に食わねえがな。どうやら訳ありでクロスベルに流れてきたらしいね。俺の古巣西風の旅団と赤い星座は昔からの宿敵。ちょうどいい、ここらで因縁の対決と言ってみようじゃねえか。今度は対マン勝負でな。むかせ。おいランディ、ここは任せろ。このおっさんを倒せたらなんとか突破口が開ける。俺のことはいい、とにかくこの場を切り抜けろ。そんな、らしくないです。もう暗い。爆発的な闘技を引き出す両兵ならではの戦闘技術。そうこなくっちゃな。下がれ。すごいね。ビリビリする。このままじゃ。この遠吠えは、こら、おびえ。グズグズすんな、とっとと乗り上がれ。課長。わあ、ボートだ。ナイスタイミングです。行かせるか。てめえ、悪いなおっさん、今回は付き合いなさそうだ。それよりあんたら知ってたのか、人間の子供をオークションに出品しようとしてたの。何？この子は出品物の部屋にあった革張りのトランクに閉じ込められていた。それが何を意味するのか、あんたには分かっているのか。何をふかしこいてやがる。あのトランクにはローゼンベルクの人形が。まあでも事実だからね。事と次第によってはただじゃ済まないんじゃない。やれやれ、妙なことになってるみたいだな。ルバーチェの、改めて話はつけさせてもらう。そっちはそっちで状況を整理しておくんだな。特務支援課撤収、とっとと全員乗り上がれ。はい。他にボートはないのか。
皆さんご静粛に。少々ハプニングはありましたが、予定通りオークションを開催して。それより先ほどの銃声は一体何だったのかね。我々を誰だと思っている。ことと次第によっては自治州政府に抗議しますわよ。どうか落ち着いて。使えん連中、よりにもよって私のからにドローンを入れて。ホルトマン議長、一体どちらへ。どうか待ってくだされ。もお流れですわね。少々当ては外れてしまったけど、面白いものが見られたからよしとしましょうか。行っちまったな。できればもうちょい本格的に遊びたかったが、あの辺りで我慢しておく。我慢も何も好き放題にやっていたのではなくて。鉄血宰相とハルトマン議長の間に作られたパイプ、そのつなぎ役としてはいささか不適切な言動が多かったように見受けられるけど。ああ、何のことかな。別に俺は誰かさんみたいに直接助けたわけじゃないからな。いいのかあれ、完璧に内政干渉だろう。あの円月輪はなかなか見事だったわね。凛とかいう噂の教師でも現れたのかしら。そうだ。ま、今回の俺の主要任務はあんたに会うことだったしな。ロックスミス機関キリカ・ローラン室長との。さすがに耳が早いわね。帝国政府付き二等書記官、 いえ帝国軍情報局所属レクター・アランドール大尉と呼んだ方がいいかしら。ま、お互いカードはある程度見えてるってことか。そんじゃホテルのラウンジあたりで話すとするか。クロスベルでの諜報戦に関する今後の取り組み、不戦条約と動力ネットを視野に入れた新時代のルール作りってやつ。ええ、始めましょう。破壊工作とテロリズムで状況を動かす時代は終わったわ。かつてのような不幸な事故をクロスベルで起こさないためにも、私たちは仮初めとはいえ新たな秩序を構築する必要がある。